ピラタス PC-12 ピラタスエアクラフトはスイスの航空機メーカー。従業員数は約1100名。軽飛行機やコミューター機を製造している。設立は1939年。初めての飛行機は1944年に製造した SB-2 である。1945年にはスイス軍向け練習機として P-2 を54機生産している。1956年には PC-6 の生産を開始した。これは単発プロペラ機であり、エストール製に優れ雪上や氷上での運用にも向いていたことから900機以上も生産されるなどベストセラーとなった。1978年に初飛行した PC-7 は軍用練習機として各国に輸出され、 使用国は21カ国に及ぶ。1984年からは PC-9 練習機の生産を開始している。このほか、単発ターボプロップ旅客機の PC-12 の生産を行っており、2002年にはヒジェット機ながら中高等練習機並みの訓練が実施できる、画期的な PC-21 を開発している。九百九十年代には、 航空自衛隊が使用する T-3 が老朽化したため製造元の富士重工では後継機として T-7 の開発を進めていたが1998年末に US-1A 会開発の際富士重工役員と防衛庁政務次官の汚職が発覚した防衛庁ではイメージ悪化を避けるため 公正な入札をアピールすべく、次期初等練習機は、国際競争入札としたことから、ピラタスは PC、PC-7 マーク2で応募したものの、2000年9月に、富士重工の採用が決定した。この決定に対し、防衛庁が、採用理由の十分な説明をしなかったため、ピラタスが不当採用として告訴すると主張した。防衛庁は再度説明をすることで告訴は見送られた。 ありがとうございます。